太陽を700個並べても間が足りないかもしれない。それが変幻自在の超巨大な星ビテルギウス。冬の夜空でひときわ輝くオリオン座。北半球では左上で赤く輝くのがビテルギウスだよ。地球から約500光年離れた場所に存在するこの星は、なんと太陽の約700倍もの大きさがある超巨大星。もし太陽の位置にビテルギウスがあったら、火星の軌道を超えて木星軌道付近まで広がってしまうほど。そして今このビテルギウスは星の一生の終わりに近づいていて、いつか超新星爆発を起こすと考えられているんだ。もしかすると明日かもしれないし、10万年後かもしれない。もし爆発が起きたら、満月よりも明るく輝いて、最も明るい時期には昼間の青空でも見えるほどで、その壮大なショーは数週間も続いて、その後も数ヶ月から数年間は肉眼で観測できる可能性があるんだけど、ビテルギウスがどのような最後を迎えるのか、今後の研究成果が待たれるところ、いつかその最後を私たちが見届けることはできるのかな。